ジャレット・ジェイフリーズはアメリカ合衆国インディアナ州ブルーミントン出身のバスケットボール選手。NBA のニューヨーク・ニックスなどでプレーし、現在はデンバー・ナゲッツのプロ部門担当ディレクターを務めている。ポジションはパワーフォワード。2002年の NBA ドラフトでワシントン・ウィザーズから全体11位で指名されて NBA 入り。大学時代は シューティングガードとして活躍していたが、プロ入り後は、チーム事情により主に、スモールフォワードとして起用されるようになった。2006年8月8日、ニューヨークニックスに移籍。シーズン開幕直前に腕を怪我し、23試合の欠場を余儀なくされた。復帰後の12月16日、今度は、デンバーナゲッツ戦にて乱闘に巻き込まれ、4試合の出場停止処分を受けた。 2010年2月18日、ジョーダンヒルと共にトレーシー・マグレディと交換トレードでヒューストン・ロケッツへ移籍した。2011から12シーズンはフルスのニューヨーク・ニックスでプレーした。2012年7月、ポートランド・トレイル・ブレイザーズに移籍した。すべてのポジションをこなせるオールラウンダー。211センチメートルという長身であることからスモールフォワード、パワーフォワード、 センターなどで起用されることが多いが、もともとはガードとしてプレーしていたため、ボールハンドリングにも優れる。ガードとして起用されるときは、容易に、身長差によるミスマッチを誘発させることができる。ディフェンス力があり、2006年にウィザーズがプレーオフでクリーブランドキャバリアーズと対戦したときは、相手のエース、レブロン・ジェームズを封じ込めるために投入され、 上勢を活かした守備でレイブロンを苦しめた。ニック追跡後は、チームで唯一積極的にディフェンスをするプレイヤーとして、期待された。一方で、大学時代は、AS として活躍していたにもかかわらず、得点力は全くと言っていいほど期待されず、スリーポイント、フリースローなどは苦手としている。ありがとうございます。